しいですか。この場所で多く発生しているスライムです。攻撃力は低いですが、チクチク攻撃してきます。自分の気はよし。こらか完了ってな。ライラよろしく。さあ畳みかけろ。おとなしく眠ってくれ。レリーは熱く、はあ、熱く逃がさない。さあ巻き上がれ巻き上がれ。これでどうだ。大丈夫かみんな。はあ、行くぞ。まだ火は瞬間まだいるぞ。ドンブレッグ。油断はできないか。またか。ほんとすごい数だ。これほどとは。スレイさん、力が解放されるというか、新たな力が湧き上がるというか、そんな感覚はありませんか。特にそんな感じはしないけど。さすがにまだですのね。こいつらどんだけいるんだよ。スレイさん、急いで突破しましょう。うん。行くぞ。逃がさない。タキはシーク。タキはシーク。逃がさない。タキ罪の気はタキリがない。防御に徹してください。必ず逆転できます。レリーは熱く。タ、行くぞ。逃がさない。一刀両断。強化の攻撃補助を招来。タ、行くぞ。タ、畳みかけろ。瞬撃。行くぞ。紅の星。行くぞ。逃がさない。一刀両断。我が火はシャッカ。ケチラ。畳みかけろ。まずは来た。来ましたわ。何ライラ。スレイさん、同志の真の力を見せる時です。同志の。私の真の名を捧げます。これが君の。その名を唱えるのです。そして溢れる力をとどめ身にまとうのです。それこそが同志たる者の真の力。わかった、やってみる。ポエスメイマン。すごい力がみなぎってる。よし、一気に沈めてやる。燃ゆる攻撃。燃ゆる熱。燃ゆる連絡。ハグは縁だ。燃ゆる熱伝。有限。有限残火。焼き切る。燃ゆる熱伝。全部滅せ。決まったな。スレイさん、素晴らしいですわ。カムイこそ、どうしたる証。これで本当の意味で同志となったのです。
でも危なかったな。土壇場で力が目覚めたってことなのかな。はい、一時はどうなることかと思いました。本当に素晴らしいですわ、スレイさん。そんなに褒められると照れるな。スレイさん、もう兵馬は倒したことですし、そろそろカムイを解きませんか。どうやるのかな。は？解けないんだけど。そんなことってあるんですの。こっちが聞きたいよ。なぜか大地の記憶も見れないかと思えば、信じられない速さでカムイの力を発現させ、そして解除できないなんて、スレイさんははちゃめちゃですのね。はちゃめちゃ同士。ライラー。あ、溶けた。カムイを発動した後は自然に溶けるのを待つことにしましょうか。しばらくすればきっと自在に操れるようになりますわ。そうだね。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。石碑の石碑よし、おとなしく眠ってくれ。我が手はシャッカ、ケチラ、やばい。これどうだ。行きます。さあ、こちらへ。どうですか。行けらっしゃい。はい、終わりです。これが運命なのですね。強魔化すると巨大な見た目になるものなの。知ってるのが100倍くらいあるけど。お見事です、スレイさん。この調子で行こう。この石碑はまだ見てないかも。気を引き締めてください。ラッツは暗い場所でも正確に狙ってきますよ。超音波だよね。ちょっと憧れるな。赤は焼く。浄化完了ってな。スレイさん、お願いします。
じゃ我が日は進化、おとなしく連絡してやるな、一刀両断、まずはさあ蹴散らす、まずは大丈夫か、みんな大丈夫か、やっと出られた。これからどうなさいます、スレイさん。宿にはいないんじゃないかな。あら、ミクリオさんは宿に戻るっておっしゃってましたけど。ここの地下って案内石が広がってるんだよね。ならミクリオはここじゃない別の入り口を探してると思う。と、え、ミクリオさん一人で遺跡に？危険すぎます、無謀すぎます。今この町は氷魔がすごく増えてきてるんです。その強さも今さっきスレイさんが体験した通りなのに、なぜそんなに落ち着いていられるんですの？大丈夫だよ。危険と分かってるとこに無茶して潜ったりするやつじゃない。自分だけじゃ氷魔を浄化できないってこともちゃんとわきまえてるよ、ミクリオは。心配ないよ。信じてらっしゃるんですね、ミクリオさんのこと。腐れ変なだけだって。なるほど、ミクリオさんはスレイさんに張り合って遺跡探しをしている最中なので宿には戻っていない、そして一人で危険なこともしていないと。ではこの後どうしましょうか、スレイさん。ちょっと意地悪だよね、ライラって。そうでしょうか。これをアリーシャに返したいんだ。まずは扉を開けるのに使ったナイフ。初めてアリーシャに会った遺跡で見つけたんだ。王家ゆかりの品みたいだし、きっと大事なものだと思う。同志としての活動を始める前に返してあげたいと思って。ですね。ライラ、俺に説明したいことがあるんでしょ。同志のやることについて、あの時の話の続きをさ。おっしゃる通りですわ。そのためにまず私からもアリーシャさんにお聞きしたいことがありますの。ならちょうどいいね。アリーシャの屋敷に行こう。ミクリオさんも見つかるかもですし。ああ、きっと適当に引き上げてくるはずだしね。それだと本当にちょうどいいですわね。やっぱりライラ意地悪だよ。おお、無事だったか、兄ちゃん。さっきは助かったよ。本当にありがとう。ううん、大したことはしてないよ。俺たちからも礼を言わせてもらうぜ。俺たちはてっきりこいつが先に帰ったもんだと思ってたからよ。なあなあ、あんたもしかして同志じゃねえのか。
噂に聞いてた格好とそっくりだ。ああ、はあ、聖剣を抜いたって例の男か。ただものじゃねえと思ってたが、納得だ。助けてもらった例だ。この後飯でもどうだい。まさか噂の同志様と知り合いになれるとはな。母ちゃんと娘に自慢できるよ。ああ、その、俺は大変だろうが、頑張ってくれよな。俺たちも応援するからよ。大丈夫さ、誰も動かせなかった政権を。んじゃあ、同志様、またな。賑やかな方たちでしたね。ちょっと戸惑っちゃうよ。伊豆地のみんなはもっとのんびりしてる感じだったし。ずっと天族の村で育ったんでしたね。人間はスレイさんお一人で。アリーシャに会うまではね。そうですか。できる限りのことをしてみるが、保証はしてやれん状況だ。すまん。とんでもありません。お気遣いありがとうございます。お前のことだ。覚悟はしているのだろうが。はい、今の私にできることに力を尽くします。我が弟子の愛すべき長所ではあるが、その性格が大臣たちの不安を煽るのだろうな。あまり無理はするなよ。何かあれば知らせをよこす。はい。スレイ、こんにちは。やっぱ出直すよ。気にするな、もう帰るところだ。あなたを聖剣祭では世話になったな、同志スレイ。ハイランド王国軍顧問、共同騎士マルトランド。これからもアリーシャの力になってやってくれ。友人としてで構わないから。はい、もちろん。かっこいい人だな。空気がピシッとした。だろう、私の目標とする方だ。立ち話もなんだね。どうぞ。遺跡を探検していると思っていたよ。うん、そうなんだけど。まずこれを。私のナイフ。そうか、伊豆地の遺跡で。やっぱりアリーシャのだったか。我が家に伝わるとても大切なものなんだ。もう戻らないと思ってた。ありがとう、スレイ。あの、そろそろ私の用事に移ってもよろしいでしょうか。失礼しました、ライラ様。アリーシャ、今聞こえた。確かにライラ様のお声が。これは驚きですわね、アリーシャさん。なるほど、これではまだ難しいと。ライラ、説明しますから、もう一度手をつないでください。ライラが説明してくれるって。もう一回手つないでもらっていい？ああ。こんにちは、アリーシャさん。聞こえますよね？はい、聞こえます。
ライラ様。まだ息止めてないのに。スレイさんが私の力により馴染んだのです。以前ほど感覚を遮断しなくても同じことができるくらいに。特に変わった気はしないけど。よかったよ。話のたびにスレイにあんな真似をさせては申し訳ないからね。あれはあれで面白かったけど。うん、では改めてよろしいですか。そうだった。ライラがアリーシャに用があるんだって。私に力を貸していただきたいのですわ。地の主と器を見つけるために。それはどういうものでしょう。まずはこの世界の仕組みからお話ししないといけませんね。古来天族と人は力を合わせて汚れから自分たちの土地を守ってきました。天族と人が協力して。力ある天族は汚れのない清らかなものを器とすると地の主という存在になります。そして器と共に人々に祀られることで汚れを退ける、加護領域を広げる力を得るのです。本来聖堂とは地の主を祀り汚れから土地を守るためのものなんですの。ですがこの町の聖堂には地の主も器もなく、正しく祀ろうとする者もいません。それが良くないことが続く原因なんだ。そう、いくら同志が汚れを払っても地の主の加護なしでその地を守り続けることはできません。分かった。ライラが聞きたかったのは地の主の器となる者の心当たりと、それらを揃えた聖堂を正しく祀ることができるかどうか、この二つですね。はい、どうでしょうか。まず聖堂についてですが、我が国のほとんどの聖職者は天族への感謝の心を失っています。そんな。ですが最近司祭となったブルーノという者がいます。祭りの準備にも尽力してくれた真摯な人物です。その方なら任せられると思います。善は急ぎだ。聖堂に行って話してくるよ。気が早いな。私たちも善は急げですよ。もう見えなくなっちゃった。行き先は聖堂だろうけど。アリーシャさんはちょっとおてんばさんですわね。ブルーの司祭は所用で町に出かけてしまったそうだ。仕方ないね。じゃあ器の方の心当たりは。汚れなき器になり得るもの。町の北東のガラハド遺跡に清らかな滝があります。代々のハイランド王が戴冠式の前に身を清めてきた聖水なのですが。清らかな水、確かに天族の器となり得るものですが。が、何？遺跡に獣が住み着いたのだ。退治に向かった兵士10名を返り討ちにするような奴が。氷魔かな。おそらく。じゃあ急がないと滝の水も汚れてしまうかもしれない。他にも気になることがあるんだね。今のレディーレイクには汚れが満ちています。きっとその聖水も祭る前に影響を受けてしまいますわ。水は汚れの影響を受けやすい性質なんですもん。そうなのか。何かいい方法は？もちろん方法はありますが、それには水の天族の協力が必要ですわ。火の属性の私は水と相性が良くないのです。水の天族か。はい。そういえばミクリオ様は一度もお声が聞こえないが。
ちょっとね、喧嘩しちゃった。いろいろありまして。とにかくガラハド遺跡へ、兵馬なら倒さないと。そうですね、まずはできることから始めましょう。スレイ、私も連れて行ってほしい。兵馬と戦うのは無理だよ、アリーシャには。だが、スレイさん、主神が陪審を治めるように同志も重視を持つことができるのです。アリーシャさんが重視となれば、スレイさんの領域内でなら兵馬と戦えるでしょう。重視。ただし、この聖堂は、いや、ハイランドの聖堂は、私が生まれた頃からずっとこんな様子だった。私は汚れたハイランドしか知らなかったんだ。お願いだスレイ、私を君の重視にしてほしい。私は見てみたいんだ、汚れのない故郷を。それがアリーシャの夢なんだな。分かったよアリーシャ。で、どうすれば。私の栄章の後にアリーシャさんに古代語のマナーを与えてあげてください。アリーシャに名前をか。我が宿りし聖なる枝に新たなる命ずる。花は耳、実は種に、巡りし祝宴をここにことほが、今同志の意になる命を与え、便利の証とせん。覚えよ、重視たる何時のマナは。マオクスアメッカ。改めてよろしく、スレイ。こちらこそ、アリーシャ。